はい、おはようございます。おはようございます。ふもちゃんです。はい、ふもちゃんです。ということで、今日はシナさんのシナの世話の様子をね、はい、撮ります。いらっしゃい。さて、現在は何羽いるんでしょうか。現在ナンバー11まで、ナンバー11までいるね。4月としてはまあ上旬ぐらい、あ、違う、もう5月だ。今のところ、なんだろう、順調と言えんのか。まあまあ、みんな育ってくれてはいます、ね、はい。おはよう、ね、一番最初に生まれた子たち、はい、もうこんなに大きくなっちゃって、もう奥が次の2週間後に生まれた子たち、はい、4羽ですね。いたあ、いた。まだちっちゃいね。兄弟なんですよね。兄弟です。ね、10番が確かメスって言ってた。お、よく覚えてるね。ちょっとずつ今餌と水を食べ出したぐらいの子たちです。はい。何週齢だ。明日でちょうど1週齢ですね。早いね。早いね。もう1週間も経ったんだね。5月。この子たち面白いんだよね。あ、そうそう。人がね、いない、見てないところは元気に動き回って餌をつついたりしてるんですけど、DVD のとこ減ってるね。そう、ほんとだ。でも、いざ来ると。人が来ると、私たちいません、何もしてません、パタって座っちゃうんだよ、ね。おとなしくしてました。いい子です。そんなに動き回っていいんだよって。ほんとだよね。変わったパターンだなっていう感じですね。怖いのかしら。怖いのかもしれない。怖いことしてない気がするけど、うん、ほら、CD の部分が減るんだね。まあ、最初だからそうか。やっぱり気になってつつくんでしょう。おお、あの子たち見た後に見るとでかい。でかいね。皆さん見てください、この画期的なライトの付け方。素人じゃ考えつきませんよ、これ。すごい。間に合わせ感すごいけどね。いや、でも思いつかなかった。お掃除とご飯と水をやっていきますか。はいはい、こんな感じで毎度この子たちが毎日する糞をね、やめて、邪魔しないで、ちょっとずつね片付けていかないと、以前の糞槽のね動画のように、水で痛い目を見ると。はい、この子たちはね、地面の落ちているものには目もくれず、一心不乱にただただ餌を食べてここまで大きくなった、うん、エリートダチョウです。確かに。エリートですね。そう、だから、毎日毎日、うんち片付けても、すぐ、湧いて出るんだよな。うん、な、お前な、たまいいな。よいしょ。ツンツンしてもいいんだぞ。ほら。いた、そっちじゃない。カメラツンツンして。もう一回来た？来た来た。よく見るとみんな顔が違う。ほうほう。ダチョウに詳しくなれる。ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。ミサとオーストリッチファームで検索。そう、あと今ね、こうやって区画をね敷いてる中で飼ってることによって、糞掃除の、うん、場所が特定されているので、そうですね、だいぶ楽ですね。あ、そう、これ狭いとこでかわいそうって思うかなと思うんですけど、皆さんちょっと試験的に飼ってます。そうなんですよ。まあ一回広くしたじゃん、うん、一回広くしたけれども、そのまた狭くしてるのは、そのなんだ、やっぱりあのダチョウは足が命な動物なので、その足ね、急に歩き出したり走り出したりするとね、足に負担がかかっちゃって、やっぱりね、足に良くないなと。そう、今も曲がってる、捻転とか X 脚になっちゃってる子がいるんですよね、2羽かな。そのこの動画のパッと見ではちょっとわからないかもしれませんが、そのね、足よく見ると何、普通の、何、どうしたの、痛い痛い痛い。可愛いから許す。ちょっと足の説明してるからちょっとやめて。
これまであの、なんだ、粘点改善ボックスだの、いろいろなんかやってきましたけれども、うん、ね、やっぱりあんまり、その粘点になっちゃった子たちは。そうね、なってしまうともう、そこから生き延びた子は本当にいないぐらい。ので、まずその発生をね、防ごうという感じで、そうですね。足に負担があまりかからないような環境にしてみようという試験的な試みです。そうです。で、まあ、あとなっちゃった子の悪化を防ぐためというか、そう、もしこれで防げて、この程度のまんま大人になることができれば、そうですね、万々歳ですね。育つから、それも含めてですね。はい、そう、この子たちによって今後の飼育環境、飼育の工程がちょっと変わるかもしれない。うん。なんならね、ある程度の大きさまでこの区画の中で飼うんだとしたら、うん、ここに4つできたりするんじゃない？ああ、そう、そうですね。一つ一つに4つ区画をできるんじゃない？そうそうそう。それこそ。それこそこの十字に板を貼ればいいだけなんですよ。確かに。ね、あ、そうだね。なんかそうすれば、ある程度の話数をいっぺんに変えるよ。うんうん。ね、お前たち。まあ、あとは、あれですね。外に鳴らすときにどうなるか。うんうん。そうね、こっちの子たちはカメラに慣れて、だいぶ慣れてる一群なんですけど、こっちはね、まだちょっと怖いんだね。そう、なんか群によっていろいろ違いますね、はい。よく餌を食べてるところに餌をちょっと移動してあげて、うん、食べやすいようにしてます。はい。僕たちはいません。はい、はい、ということで、ひなしゃの朝の世話でした。はい、バイバイ。バイバイ。